ああ、見た目でかいやつか。125HP があって。なんかあそこにもピンクのものがいる。リスングスー、いい話だなぁ。悲しいなぁ。女神さんがなんでそのパターンなんとかっていうやつですね。ああ、かぐらなんちゃらか。かぐや様を送らせたいじゃないのじゃないよ。これは違う。メイドインアビス。ああ。ザヤ中心に作ったらいいかな。オープンレックなディスコードと繋がってないからね。うん次はあんたが勝つよ。召喚の儀始めたじゃん。いつもの召喚。あ、そうだ。いや、もうウルグさんが召喚の儀始めたんかと思ってヒヤヒヤしてる。そうです。ダイヤモンド召喚の儀。オープンレックは通知し、ああ、なんかビフトで通知しちゃった。あ、間違えた。ポッピーに答えしちゃった。私が守るわ。おしゃれな帽子かぶってるティートリーいるんだけど、あいつあとで付け替えるんじゃない？俺何も届かない。ウージュスタイル、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 ハックあ、取れた。そうやってすぐウルグさん俺の邪魔してくれ。待って、あれ、他のやつ攻撃力じゃないんだ。そうやってすぐ俺からウージュスタイルを盗み取りやがって、切れそう。ザヤがね、あれが欲しかったっていう。ミスト深いところにつながる。ウルグさん、恨み返してやれ。そう。やめろ。ケイトリンを引っ張るんじゃない。ちょっと待って、ポッピーなんか変な音積んでない。でも多分火力がいいぞ、カジクス。どうぞ。ちょ、あんな無理まだ G あるぞ。切れそう。ラケがついてただけじゃ、ほんとには。お、グルグさんもついにいっぱい出られたね。置き場所が悪いかな。あれなんか HP がすごいいっぱいある。120 100超えてるんだ。ああ、材残しといたらよかったな、これ。材はなんか今強いみたい。黒さんなんか言ってた。材はキャリー。いや、引っ張られはしなかったけど、ちょっとな。欲しいもんいろいろあるんだけどな。ああ、また。やだな。欲しいもんいろいろあったはずなんだけどな。あれ？あったはずなんだけどな。なんでもいいわ。どっちでもいいわ。剣取っといてよく言うよ。え、俺何も取ってないよな。何も取ってない。BF 取ったんだよ。あ、違う人だ、これ。あ、冬リーフ。俺あれだわ。ベルトになった。ベルトだったらそうだね。いた。俺も材欲しいわ。グローブ取りやがって。グローブじゃねえよ。最初のグローブ取りやがってよ。もう、ウィンとか言えんだ。今頃それをやったら俺も BF ソード進化してたのに。私と踊るなら死を覚悟して。ヘルスが100切った。しんどい。こそが自然のあるべき姿よ。急がなくて。よいしょ。やってやるさ。ケールが出ない。ナイスルーさん、素晴らしい。どういうこと？よくこの同じでかいロットを残してくれたら助かる。歌手にはマナが必要ね。歌手か牛。いまだに星1になったか。でも昨日も星1でグローブしかつけてないの、ね、あ、じゃない星3のザヤグローブしかつけてないけどキャリーしてなかった。ザヤレベル3も私シラフじゃないんだよ。やるなら今しかない。全然線が出てきません。10本もなんてこないってか買うの忘れてた。そういう星さんだ。私も発散できない。地方なんだその足は。ノーマルでサモリフでそんなもん積んだらめっちゃピンたかれるぞ。いいのかやめなさい。クールダウンいくら 20% 欲しいからです。そんな涙積みまくってあかんだよ。本当はあれやんなきゃいけないんだよな。精進の子にしなきゃいけなかったんだよね。精進にしないとやっぱり、そうだね。足の消費も構成が分かんなかった。125だ。BF ソードと涙だよ。いやー、ラピッドファイアーキャノンかハリケーンか、ランダムに出るやつが欲しい。手のやつか。いろいろ。G4 が欲しい。ハンド・オブ・ジャスティスって何だったかな。ハンド・オブ・ジャスティス強い。強いけど積むかどうかは別としてね。ああ。真ん中増えるやつか。ジロとあハリケーンの系統にしてもらった。どうしよう。ローテエコーってなんだっけ。いいのかな。足じゃないけど。G4 出ないのか。カイザーレベル3っていう。これ負けたんだ。いや、ポッピー外したいよ。マルファイト強。うちのマルファイト強いよ。した。なんだこれ、帽子なんかどうすればいいんだ。携帯につける。いやー、ほんとか。このポーズか。警報が来ません。やるなら今しかない。愛の A の射程長すぎて草落下積んでんのほんま面白い。ケールばっかり。ケールめっちゃ欲しいんだけど、こっちからさっきからなんかずっと回してるけど、癒しを求める声がします。ブルーさんじゃん。なんかすごい弱い。あなりが入れてたけど、入れようかなと思った。なんか一人ベルコズやってる人がいた。ああ、足のルートで経由が一瞬で解けた。レベル1、4は。あら、しんどいね。7位か。ポイント下がるね。ブレードマスターをな、モナリーバーとサイバネだからな、イリアが。だいぶ構成できてるなぁ。ケールが効くね。どっちかどっちか分かんない。なりばなんだ、おっきいバージョンの時って順位関係なくおっきいのか。バルキリー一人多く、あと一個でリリアン星6になる、星3になるのこの人。いやー、死んだな。やっぱザヤモンかね、時代が。あら、あの人、イリリアさんになったぞ。ケイルあと1体あったら、ケイルレベル3にできたから。星3にするやつなんだな。そう、だからあと1枚引けたらよかったんだけど。私、やっぱ序盤で線とか足を拾うの忘れてた。いや、ザヤがあったら俺全然構成良かったんだけど、ザヤ捨ててもらったからってじゃない。もうね、人気あるから誰も拾えないよ。あ、危ない。あ、リロール無料？リロール1回無料のやつだね。あ、剣が余っちゃった。きれいそう。第2回ロット人気だった。前回。ザヤが欲しすぎて。チャンピオンで選んじゃいか。そう。あ、本当だ。なんかこれザヤいらないやつつまってる。この青いラストウィスパーに使おうかなと思ったけど使んなかった。ラストウィスパー実は欲しい。早い。クロスボウと。クロスボウとクロスボウとなんだあ、クロックどうしようかな。カジックスの構成やったことないんだよな。混沌こそが自然のあるべき姿よ。やるさ。はあ。スターがコース行ってもいいかもな。あれ楽しかったし。ついてただけ。次はあんたが勝つよ。ウルグさんじゃん。え？レベル2めっちゃいっぱいあるよ。でも私はレベル4だぞ。いや、レベルの能力っていうの知ってる？あ、星のああ、ちょっとね、ザヤがね、クロスボウ積みたいんだけど、この貝が邪魔なんだが。貝が邪魔できた。ネガトロンブロックに、ザヤ同士の溶かし合いだに。でもうちにはフロントいるんだよ、うちのさやには。積みたかったな、やっぱケーキってことがよかったな。ついてただけ。すげえ、あんたについてただけよ。ついてただけよね。実際ポッピーが言ってるよ、その通りだよ。ついてただけだよ、本当に。実際そうなんだよな。否定はせえへんよ。だってその通りだもん。だってその通りだもん。否定したくてもできん事実がそこにあるからなんだラバドン持ったポッピーがいる。やばラバドンデスキャップ持ってシールド量を増やそうとしたポッピーがラバドンデスキャップ持つことによってシールド量を増やそうとした哀れなポッキーがいた。ザヤの回どうするかな。やるけんとかにしちゃうか。ブランドやるなら今しかない。ここ来るけど金がない。金がない。尻払った。いやー、武器積みたいなー。ハリケーンにしちゃうかなー。あ、いや、クイックシルバーやるか。いやー。で、コストリストは87。なんか今でもこれとかわかんない。ソードブレーカー。知見。あ、出ない。大丈夫。なんで私これ。マルファイトになるのに。やるなら今しかない。なんだ。これか。ちょっと待って。はい。ハリケーンザヤと強そう、コナミか。仕事の時間だ。にゃ。ピオラーかはること。真ん中がシェンで。はあ。か。というか欲しいお金しか出ない。チキンじゃないんだよな。しかない。Почему не могу?あと2ゴールとあればレベル上がった。僕のヘルスは削れないの嬉しいな。フルヘルスだべ。貝ばっか出てくるんだが、ブランドベストじゃない。あれ、これどうすればいいんだ。貝殻どうすればいいんだ。ブランドベストじゃない。そうとなんちゃらってや。わからん。本当？ザヤが強いと思ったけど。私と踊るなら死を覚悟して。死を覚悟した。早いやつかけ。クロスボウ。そのヘラをどうしろというの？どうする？自然の力にする。ヘラ3個目だから。でも自然の力にするしかないよね、ヘラって。ヘラをプロテクターにしてみる。プロテクター。これスレッシュなんか、まあいいや。とりあえずザヤ強化して。ちょうどレベル上がる。ポッピーあとみたいなんだけどな。これで完成したのでは。これいやー、消えるレベルにいましたがいる。しんどい、それは。ているレベルにも多くなる。最後の時死んでたけど。負けるのはザヤフシさんなのに。カイド誰に使えばいいんだ。カイド超人のここで楽観いや違うクイックシルバーいや違う何かが違う気がする。じゃあ GB のストレス刺さりすぎる。ポピーさん相手も多い方が勝つでしょ。星さんって2つ出るんだ。レベル1やったら何に起こり得る。だから私は勝った。相手も詰めないよ。めっちゃ面白かった今。素材だらけなんだ武装解除しんどすぎる。いやー、ユニックスパークここで出てくるか。素材としてアイオニックスパーク、素材のあっち無駄にでかいロットが出てくれたら何がいいんだろう。無駄にでかいドットが本当に欲しかった。これの効果わかんないんだよ。AOE が入ってるんだ。アイテム外れた。ついてただけ。次はあんたが勝つよ。キロ人の構成なんだったんだろう。誰だ？やめろ。ちょっとな、グリーン層が欲しいんだよね。ポッピー硬い、ポッピー硬い、ポッピー硬い。殴られてんのヘルス減ってない。どういうことなんでやらないのこの子。シールドに全部搭載されてるから。シールド量だけで全部相殺されてるからダメージが止まってないんだよ。とりあえずカサディン食べちゃったけど。面白いね、ウルフさん、このゲーム。全然わかんない。アイテムの効果がよくわかんないもん。属性の効果もよくわかんないから。このゲーム最強に面白いわ。同じ組み方しかできない。おぉ。なんか赤バフ出てきた。赤バフいる人を。誰もいらないぞ、これ。おすすめアイテム出てこないんだな。バフ HP が増える。HP が増える。黒じゃない。足じゃない。わかんねえ。足なの。体力を増やしたってしょうがないよ。シール強すぎる。やっぱりケールだけは別格だわ。ああ、この水はジークの使者を3つ積んでるんだわ。やっぱそう見ると絶対これ調和さ入れとかんたかんし、ニークもこの辺置いといて、スレッシュをここに置いて、裏缶をこうしてこんな感じにしたい。あ、これお金あげレベル上げたいな。あと1個。だからさ、武装解除はずるいんだって。だ武装解除攻撃できなくなる。ソードブレーカー攻撃できなくなる。一定確率で通常攻撃やれなくなるから、マナ回収もできない。しんどい。あと一個で足が星3になる。こうか、もしかしてこうなのか。いや、他の効果入れた方が良かったかな。マナリーバーグリーンソー持ってます。うん。いや、それ捨てて買えばかと。まあ全部4以上今回も入ってるしいいか。痛い痛そう無理。おぉ、なんかパルスファイアミッションがあった。どういうこと？本日の初勝利分じゃない、さっきの試合。いや、パルスファイアだからゲーム数に入ってるのか。ああ、さあ、一回休憩しようかな。したら1時間したでしょ。9時から練習あります。9時から練習あります。全員いるんじゃないの？全員いない。ハルさんがいないのか。ジャングルの人も多分5人集まんないと嫌だって言ってたんで、なんかランク回して頑張って練習してるな。5人集まんないならランクでやりたいんですけどって昨日も言われちゃって、危なくミッドのこのちょっとジャングルと合わせてみたいっていうので、一応声はかけて戻って。なるほどな。5人集まらんと練習になれへんから、5人集めないと意味ないよな。まあでもいいと思います。別に忙しいからしょうがない。まあでも全員揃うんでしょ、本番は。うん、じゃあいいじゃん。